ヘンリク四世、ヘンリク四世、プロブス、ポーランド語、ヘンリク四プロビス、プロウドイツ語、ハインリヒ四デアジレクト、1258年頃から1290年6月23日は、テイチシロンスクノブロツワフ公、在位、1266年から1290年、及び、クラックフ、調子領を有するポーランド大公、在位。 1288年から1290年、ポーランド大公ヘンリク2世の次男ヘンリク3世の一人息子で、母はやはり大公を兼ねたマゾフシェ公、コンラト一世の娘ユディタ。高血公、プロビス、プロウ、ウトク公とも、の衣装で呼ばれる。父ヘンリク3世が1266年に死ぬと、幼いヘンリク4世は、父方のおじである。 ザルツブルク大司教ブワディスワフの貢献を受けた。その後大司教は子供を養育するのにザルツブルクとブローツワフを一起するのは不便だと思ったのか、翌1267年にヘンリク4世をボヘミアの首都プラハに連れてきた。このことはヘンリク4世がボヘミア王をたかる二世の宮廷で養育されることを意味しており、1270年にブワディスワフが死ぬと、 ブロツワフ公国の統治は、オタカル2世に委ねられた。叔おじが死んで間もなく、ブワディスワフはヘンリック4世を、全財産の相続人に指名した、ヘンリック4世は、ブロツワフに帰り、そこで亡き父の親しい助言者で、ボヘミア王の忠実な家臣である、シモンリクサの監督を受けて育った。ヘンリック4世は入念な教育を受け、このことが後に、 騎士の文化やジョジシに関心を抱かせる契機となった、ヘンリク4世は中世ポーランドにおいて初めて詩を書いた人ではないかと推測されている。ヘンリク4世とオタカル2世との協力関係は良好で、ヘンリク4世は1271年にはボヘミアによるハンガリーへの軍事遠征に参加した。これに対し、ハンガリーの諸公は同盟者であるビエル・コポルスカ及び、 マオポルスカの諸公達と組んでブロツワフを攻撃した。1273年、ヘンリク4世は成人したことを宣言し、公国の統治を自ら取り行うようになった。この時期からヘンリク4世は、ボヘミアからの独立を望むようになり、オポーリコーブワディスワフやポズナンコープシェミス2世、後に、ビエルコポルスカと親しくなっていった。ヘンリク4世は、 オタカル二世のローマをウルドルフ一世との戦争を支援し、ボヘミアの軍勢に食料と避難場所を提供した。しかし1277年、オタカル二世が帝国はハト計を課せられて身動きできなくなる、ヘンリック四世は叔父である、レグニツァコーボレスワフ二世に、イエルチュで捕らえられ投獄された。この投獄事件は、近隣諸公たちの避難の的になった。重廷で、 オタカル二世の同盟者であるグーグフ公ヘンリク三世とビエル・コポルスカ公プシセミス二世はヘンリク四世を解放させようと圧力をかけオタカル二世自身も熱心に解放要求を続けたしかしヘンリク四世の解放を掲げた連合軍は二百七十七年四月二十四日に起きたストレスの戦いでボレスワフ二世の子ヘンリク五世に敗れヘンリク三世と プシセミス二世はこの戦いで捕虜となった。ヘンリク四世は主要な同盟者をたかる二世の敗北の方を聞くと、敵側の要求を受け入れ、年内に釈放された。ヘンリク四世は、ボレスワフ二世の要求に従ってシロダ、シロンスカとスチェゴムを含む、ウツワフ公国の領土の三分の一をおじに譲渡し、ミノシロキンの代わりに、クロスのおジャンスきへ、 1273年から1274年の間に、グーグフ不幸から譲られていた都市を引き渡すことも約束させられた。ヘンリク4世は、オタカル2世にマルヒフェルとの戦いに際して、ボヘミア軍への補給活動を行うよう命じられており、この戦いに参加しなかった。しかし、この戦いでのオタカル2世の戦士は、ブローツワフ公国にとって被護者を失うことを意味し、 広告に衝撃を与えた。オタカル二世の死を知ると、ヘンリック四世は、プラハに赴いて、親族でもあるオタカル二世の息子バーツラフ二世の後見人になろうとした。ヘンリック四世の父方の祖母アンナは、オタカル二世のおばであり、ヘンリック四世とバーツラフ二世は、ツアイと子同士。しかし、ローマオールドルフ一世が、ブランデンブルク編共白オット世を接傷に、指名したため、 ヘンリク四世の試みは失敗した。代わりに、ルドルフ一世はヘンリク四世に、グラーツ軍を報道として与えた。おたかる二世の死後、ヘンリク四世は、ルドルフ一世と和解し、1280年には、ウィーンに赴いて、外交交渉を行い、ポーランド王冠を獲得しようとした。一部の歴史家は、ヘンリク四世が、ルドルフ一世に、真珠の礼を取る際、 機会を捉えて自分にポーランド王となる資格があることに触れたと信じている。また当時ヘンリク四世はオポーレ公、ブワディスワフと同盟していた。ブワディスワフはヘンリク四世に娘のコンスタンツヤを嫁がせており、彼は娘をポーランド王妃にして、その父親として権力を握る目論みから子となったヘンリク四世の王位獲得のための運動への支援を約束したと考えられる。 ヘンリク四世とシロンスクの親族たちとの関係は、良好とは言えなかった。1280年には、彼は、いとこのレグニザ公、ヘンリク五世とブランデンブルク編脅迫の攻撃を受け、苦戦を強いられた。平穏な状況を取り戻そうと、ヘンリク四世は、翌1281年2月に、ブローツワフ公国内の村ソンドベルで会議を開き、シロンスク諸公の相互協力を提案した。 しかし、この会議にはヘンリク4世の別の目的が隠されていた。彼は出席したヘンリク5世と、その同盟者であるムーグフ公ヘンリク3世と、ビエルコポルスカ公、プシセミス2世などの諸候補、彼らから政治的な情報を引き出したのである。プシセミス2世は、マオポルスカの戦略上の重要拠点、ビエルに、またはルダを割用し、ヘンリク4世を主君と認めて、 真珠の礼を取った。その後もヘンリク4世の政治的優勢を反映して、七縄場公、プシセムコトギテのノポーレコーボルコ一世が、自発的に真珠の礼を取った。しかしながら、すべてのシロンスク諸公がヘンリク4世に従った、わけではなかった。ヘンリク5世の弟のルブベクコーボルコ一世、ジャガン公コンラト二世、シュートである。 オポーレ公部はディスワフの四人の息子のうち三人、ビトム公カジミエシュ、チェシン公ミエシコ一世、ラチブシ公、プシセミスワフはヘンリク四世の政治に反対し続け、オポーレの三兄弟の同行はかなり微妙な状態だった。1287年、ヘンリク四世は教会に子供を産まない公費、コンスタンツヤとの婚姻無効を宣言させ、彼女を実家のおポーレに返した。 彼女の兄弟のうち三人がヘンリク四世とは敵対し続けたが、オポーレ・コーボールコ一世だけはヘンリク四世に忠誠を誓っていた。1280年から1281年にかけて、かつてポーランド大公レシェク二世、クロコーに、ブローツワフを攻められた報復に、クラックフに攻め寄せたが、結局失敗に終わった。1282年から1287年に、 かけて、ヘンリク四世は、ブローツワフ司教トマシュ二世ザレンバとの長期にわたる紛争を展開した。争いは早くも1274年から1276年の時期に起きていたが、この時は、双方とも言い分を通すことなく、朝廷の受け入れを余儀なくされた。1282年に始まった争いは、レグニツァの戦い直後のシロンスクの混乱期に、 教会が占有してしまった土地と財産に関して、教会がヘンリック4世に不、冬不入権を犯されたとして告訴したことが契機となった。1282年、司教は教皇特使、フィリッポでフェルノに、陳情を書き送り、紛争の調停を頼んだ。フェルノの調停は教会に有利なもので、ヘンリック4世はこれを不服として上訴した。翌1283年、 ヘンリク四世は、ヌイサで大規模な司教会議を主催し、会議の一番の見せ場は、馬上や理事会だった。ところが、緊張関係はその後も続いており、トマシュ二世は、教皇特使の指示を受けてヘンリク四世に反旗を、翻し、1284年3月にヘンリク四世と、その両国全域を破門した。しかし、司教の思いのままになりたくないヘンリク四世は、 教皇マルティヌス4世に上訴した。ローマでの裁定はヘンリク4世に不利なものだったが、ヘンリク4世の支配下にある、教会勢力のすべてを自分に従わせようとする、トマシュ2世の努力も虚しく、フランシスコ会などいくつかの修道会はヘンリク4世に忠誠を誓っていた。二人の争いは続き、グニエズの大司教、ヤクプシフィンカによる調停も失敗に終わった。 1285年、ヘンリック4世は、死教から聖職者に対する影響力を奪い取ることに成功し、ヌイサイコールオトム夫婦広国内の死教領の一部を没収した。屈辱的な状況に追い込まれたトマシュ2世は、ラチブシ広国への亡命を余儀なくされた。1287年、ヘンリック4世がラチブシュに侵入し、逃げ場を失った、 トマシュ二世は観念してヘンリク四世に復従した。しかし勝者となったヘンリク四世は寛大な態度をとった。彼は地教領から奪った豊かな領地を返却し、成十字のこれにあた、聖堂三次会の管理する教会を寄進した。この争いの一方でヘンリク四世はシロンスクの諸公達を自分に侵入させる努力を続けており、 彼らの復従はヘンリク4世の王冠獲得の野心を実現させる重要な第一歩だった。1284年、ヘンリク4世は仮ュを奪い取るため、ビエルコ・ポルスカの貴族、ザレンバケ、トマシュ二世の実家を裏切った。しかし、ビエルコ・ポルスカコープシミス二世は仮ュの上等を願して認めず、結局仮ュは王牧と交換する形で返還された。 1288年9月30日、クラクフイコールサンドミエシコ及びポーランド大公であるレシェク二世が子供のないまま死んだ。これはヘンリク四世にとってクラックフと大公の座を獲得するまたとない機会だった。プシセミス二世と領土問題で和解して間もなく、この野心を実現させるためにヘンリク四世は1287年より適当な同盟者を探し始めた。 歴史家オズバルト・バルゼルによれば、この少し前からレシェク2世、ヘンリク4世、プシセミス2世、グーグフ公ヘンリク3世による諸公連合が結成されつつあり、その目的は分裂状態のポーランドを統合して王国を復活させることだったという。この説自体が信頼できるかはともかく、レシェク2世が死んだ今、ヘンリク4世が行動を起こす準備は整った。 クラクフ行為を狙うヘンリク四世の有力な対立候補は、死んだレシェク二世の異母帝であるクヤビ公部ワディスワフ一世、単身公と、その中帝でマオポルスカの貴族たちに支持されていたプーク公、ボレスワフ二世の二人だった。しかし、プーツク公は肝心のクラクフの都市長官である、上代、ヒゲノスーク、サルックゼットニージビジャの支持を取り付けるのに失敗した。 1289年2月26日、ブワディスワフ一世とプーツク公、ボレスワフ二世、マゾフシェの連合軍とヘンリク四世の軍勢は、シェビー所の戦いで激突した。ヘンリク四世は、ローマオルドルフ一世及びオッポーレ、グーグフ、シチナバの諸公の指示を受けていた。戦いは、クヤビーイコールマゾフシェ連合軍の勝利に終わり、ヘンリク四世の同盟者たちのうち、 七名場校、プシセム公は戦死し、オポーレコーボールコ一世は深手を覆って、ブワディスワフ一世に捕らえられた。ところが戦いに勝った、プーツク公、ボレスワフ二世は、意外にも対抗位形承の要求を取り下げ、クラックフ及び、上司権を、ブワディスワフ一世に譲った。状況はすぐに、ブワディスワフ一世になびき、彼は、クラックフ司教パウウスプー個の支援を受けて、 バベル情包囲、占拠し、シロンスクの軍勢をスカワに追い出した。しかしヘンリク四世は8月に、再び挙兵して、クラックフに進軍した。クラックフと市民の願いりとフランシスコ会、彼らはヘンリク四世を、修道院に拡命さえしたの支援のおかげで、ヘンリク四世はついに、クラックフ氏の支配者となり、大公の地位を手に入れた。しかし、ヘンリク四世は、クラックフ入りせずに、 サンドミエシュに止まった。大公としての治世中、ヘンリック四世は、自らの広告の領域を超えた、権力強化に成功し、経済をも好転させることができた。ヘンリック四世は、最高や、都市の発展を支援し、その大部分が、ドイツ都市法の適用を認められ、多くの特権を与えられた。また、ヘンリック四世は、深い教養の持ち主で、数カ国語を流暢に話し、 西ヨーロッパの宮廷文化や騎士道文化を奨励した。優れた司祭の持ち主でもあり、マネッセ社本には彼のドイツ語の詩が二編を収められている。1290年に休止した時、ヘンリク四世はまだ32歳にもなっていなかった。彼の詩についての詳細は、年代記作カスティリアのオタカルが伝えているが、その記述の信頼性については賛否両論がある。 彼の没年については多くの資料が存在し、1290年説でほぼ統一されている。ただし、月日については様々に異なる記述が多く残るため、特定できない。最も有力と目されているものの一つは多くの資料が指摘し、洗礼者西洋羽根協会も記述として採用している6月23日である。他の説では6月24日、7月22日、 さらには4月とするものもある。ヘンリク4世の死因については、互いに無関係な資料がいくつか存在する。シロンスクの諸公の母病、ヤンドゥ・ゴシュの年代記、そして後世になって、ボヘミア人が記したプルカビや、スティリアの、オタカルの年代記などである。最も正確で詳細な記述と思われるスティリアの、オタカルの年代記によれば、ヘンリク4世は、 ポーランド王位を熱望しており、教皇に大官の認可を求めていた。願いは聞き届けられ、一万二千グジブなもの莫大な高能金が教皇に差し出された。施設がイタリアに赴いて教皇に越見した際、高能金のうち四百グジブナが旅の途中で盗まれたという話が出てきた。実際には施設が横領していたのだった。このことが教皇を怒らせ、 教皇はヘンリク四世への退官に関する交渉を打ち切った。四百0藤船を着服した者は腹を立てた教皇の追ってからもベネツィアの同時の法廷からも逃れることに成功したがヘンリク四世はこの不届き者を何とかして捕まえ罰しようとした。逮捕まであと一歩のところで大公はこの横領者によって亡き者にされた。裏切り者の法律家。 ヘンリク四世の宮廷爺の一人の兄弟が、ブローツワフの宮廷に召し抱えられ、ゆっくりとヘンリク四世に毒を飲ませていった。グンツェリンという別の爺が、毒の兆候に気づき、無理やり激しく嘔吐させて、体内を浄化することで、死にかけの大公の命を救った。しかし下手人は判明せず、今度はヘンリク四世がパンを切るためのナイフに毒が、仕込まれた。 毒が塗られていたことは後で判明したが、大公の命はすでに手遅れになっていた。ヘンリク四世はカトリックの信徒として殺害者を処刑したり罰したりしないと誓って亡くなった。ヘンリク四世の死に関するこの長い記述は他資料では同じ内容の一部が確認できる程度である。暗殺の疑いはヘンリク四世が熱心に 王冠獲得に向けて動いていたことを考えれば、なおさら真実味を帯びてくる。スティアのオタカルが書き残した、この物語の詳細な部分の多くが、ズブラスワフ年代記、クローニカザブラスロースカからの孫引きだと考えられる。他の資料では、ボヘミア王バーツラフ二世の代理人を務めるアレクシーという名前の宮廷付き司祭が、ヘンリク四世を裏切り、 カリシュのオープシェミス2世に王冠をもたらそうとした、と記している。こちらのバージョンでは、横領した施設の話は同じだが、末尾に微妙な違いがある。こちらでは、横領者はローマの通りで、自分の召使いに殺されたとしている。全体的な話は極めて慎重に進められているが、ヘンリク4世が毒殺されたという結論は同じである。スティアの,オタカルの年代記には、 続きがあり、ブローツワーフの都市民たちの中で、一方が法律家でともう一方が、医者の兄弟がいたのかが記されている。一組の兄弟、ヤン、広告の助言者、法律家と役府、賢者として知られ、おそらく医者だけが条件に適合した。二人はヘンリク四世の父親ヘンリク三世の旧定時の息子だった。彼ら兄弟はヘンリク四世の死後もその地位を保った。 このことは、兄弟がクラクフと対抗くらいの獲得を目論んでいた、レグニツァをヘンリク5世の便宜を図ったことを示唆しているが、この説を補強する資料は存在しない。ただ、ヘンリク5世以外にヘンリク4世の死で得をする者はいなかったのであり、何らかの関わりがあったのだと思われる。年代記作家たちによると、ヘンリク4世は二つの遺言状を残した。一つは、 ブローツワフの教会に対するもので、司教にヌイサイコールオトムフフ広告の完全な主権を譲渡する内容だった。もう一方は、個人的なもので、自分の遺産を配分するものだった。遺書では、ブローツワフ広告を、重帝のグーグフ公ヘンリク三世に、クラックフと長子領は、ビエル・コポルスカ・コープシェミス二世に譲ることを取り決めていた。公の一人が死ねば、彼の残した領地を、 他の諸公が手に入れるのが慣習になっていた。しかし多くの歴史家は第三の遺書の存在を信じている。この遺書がもし存在するならポーランドの再統合の問題だっただろう。ヘンリック4世は初期の文学などでは悪く言われているが実際には自ら進んでポーランドの国益のために尽くしたし真の愛国者だった彼がドイツ文化に親しんでいたという中世における民族的 言語的多様性の問題は度外視し,してもである。教会に対する遺言のみが完全に履行された。ただし、シロンスクの情勢を混乱させたことへの謝罪として、ボヘミア王バーツラフ2世に、クーツコを差し出している。ヘンリック4世は、自らがブロツワフに建てた聖十字と、聖バルトロメウのコレギアタに埋葬された。グーグフ公が、地元の貴族に拒絶された後、レグニツァ公。 ヘンリク五世が、ボヘミア王バーツラフ二世の援助を受けて、ブロツワフを奪取した。バーツラフ二世は、クラックフの調子領を獲得したが、大公の地位は、プシセミス二世が保持した。第二次世界大戦中、ドイツの人類学者たちはヘンリク四世の、ドイツ的な要望を証明しようとした。彼の遺骨は動かされ、検査にかけられた。しかし不運にも、 ヘンリク四世の遺骨は戦争中に失われた。空になった石棺は、現在ブロツワフの国立博物館にある。二百八十年三月、オポーリコーブワディスワフの娘コンスタンツヤ、百五十六年頃から三百五十一年、と最初の結婚をした。七年近くの結婚生活で、子供は授からず、ヘンリク四世は、妻の不妊を理由に婚姻を解消し、 コンスタンツィアは、実家に戻り、そこで、長い余生を送った。1288年頃、ヘンリク四世は、ブランデンブルクイコールザルツベデル辺境伯夫五世の、娘マティルダと再婚した。歴史家、エヴァ・マレチンスカは、ヘンリク四世がコンスタンツィアと離婚した本当の良しは、長く愛人関係にあったマティルダと結婚したかった、ためだと主張している。夫妻には、 子供がなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。